彼女が襲われた。函館市の路上で20代の女性が突然胸を触られる。旭川市から来ていた40歳の無職の男を逮捕。北海道函館市の路上で通行人の女性にわいせつな行為をしたとして旭川市に住む40歳の無職の男が逮捕されました。男は5月5日午前1時ごろ、函館市の路上で20代の女性の胸を触った不同意わいせつの疑いが持たれています。女性は路上を歩いていたところ、突然後ろから来た見知らぬ男に襲われたということです。女性に怪我はありませんでした。被害直後、女性の知人が彼女が男に襲われたと110番通報。警察は現場近くの防犯カメラなどから男を割り出し、事件からおよそ3ヶ月後に逮捕しました。調べに対し男は身に覚えがない、などと容疑を否認しています。警察は男が旭川から函館に来ていた経緯などを詳しく調べています。